ラーファエル様にレシピを教わって作りました。マカロンというお菓子です。私もお手伝いした。そうか、なかなか愛らしい菓子だな。名の由来はパスタのマカロニだそうで、全く異なる料理だが作り方をマカロニに習ったらしい。古代の魔術師、食王シーザーカルディアの弟子ナンシー・ド・ロレーヌが考案したものだ。ほう、聖騎士なのに魔術師の料理に詳しいのか。はっ、恐れ入る。で、どうやって食べるのだ。そのまま手で掴んでお召し上がりください。なるほど。あ、ザガン様、このお菓子はとても繊細ですので、そーっとお持ちください。うむ、そーっとだな。ネフィ、この菓子を持つのだ。持つとおっしゃいますと。いや、いい。いえ、お持ちいたします。その時彼は完全に気配を消して背後に来る。常人のなせる技ではない。だが私も素早く身をかわす。もちろんザガンとネフィーに気づかれぬよう気配を消してであるから、こちらも至難の技だ。私の一生だ。胸の中がポカポカするようないい気分を味わえた。いかがですかザガン様。世界は広いな。こんな食感の食べ物があるのか。表面はサクッとしているのに中はしっとりしていて、何より甘い。あと、ネフィーもどうだ。次は俺が菓子を持つ。あ、うい、どうして邪魔するの。言っておるだろう、貴様にはまだ早いと。早くなんかないと思う。ん？あの二人がろくに手もつなげないのは明白。口づけができるようになるまで何十年かかるか。おお、行くぞネフィ。はい。気づかれてしまっては我々どちらも負けだ。私もラーファエルも二人の邪魔をしたくないのは同じなのだ。しかし私はこの戦いに必ずや完全勝利するつもりでいる。ファル、そろそろ出かけますよ。はい、今行く。それから今日尻尾頭が泊まりに来る。ネフィーはご馳走を作ると張り切っていて、これから町へ買い出しだ。